私はね逆にあんまりここねあの、うん、こう圧迫ぐらいしか 指ではね、まあ、しないのでね自分からやってみようと思ってもやっぱできない、ね、なるほど。でもやってみたい。そうですね、はい、どういう圧にしたいかって言ってさ、あ、すごい、こういう圧をしたいのか、うん、こういうことをしたいのか、どっちですか、どこに今の当て方だとこんな感じだった、まあ、揺らすのは置いてる、まあ、揺らしてみようか、こういうことをしたいのか、もうこういうことをしたいのか、違い分かります。あ、まあ、どっちもやってもいいんですけど、はい、どっちを今目指そうとしてるのか。最初のだと挟んでるんですよ、はい、挟んでこの前腕の筋肉をなんとなく全体が動く感じ、うん、まあ、ここさっきのこの挟んで揺らしたじゃないですか、うん、イメージで挟んでいるんだけど一緒になんとなく、あとでやったのはこの2本の骨の真ん中に母子を入れてこの母子をしているところを振動させる。こっちも別に間違いがないし、こっちもそれなりに気持ちよさはあると思うので、どっちをしたいんですか。挟んで、こう全体を動かす。そういう人もやってるのは そういう感じなんですけど、うんうん、やってるのと自分が受けてるのをすり合わせていくといい、うんうん、自分が今やってる感覚って受けてる方ってこういう感じだよねっていうのを、うん、やってたのがちょっと帽子を立てた感じでこの骨の間だろうなってところを大きく当ててこの部分だけを振動させる。うん、そう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 、うん、だから全体をする主義、まあ、どっちの方がこの硬くなってる筋肉がなんか緊張取れるかなとか、うん、で両方やってもいいと思うんですよね、うん、こちらにこれやってちょっと真ん中少しポイント刺激してあげようとか、まあ、点をしてもいいし減らした方が緩みそうかなと思ったら少し揺らしてあげたい。でもそこに当ててお辞儀してその深さに取ったところで揺らしてます。こっちからオイルだとこっちに行きますもんね。ほぐしたと割とこうなんか先に降りてくる感じ。確かに。うん。手厚。十分。で揺らすときに、はい、さあ揺らしてる、もう揺らしてる感じ。はい。こう揺らしましょう。横の方が良くないですか？今。そう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 。うん。こういう動きの方が多分こっちが、うん、で今日出たから自分の腕も思い出してね、ここから前なのか、ここずそう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 、前一番前なんかすごいぎこちなくなってしまった。背中の方もちゃんと使ってるよってすると結構圧がうまく伝わってくると、ここにあまり変な力が入らなくなるってこと、うん、そうそう、ここは固定する、深さ取ってここ場所決めたなと思って、そう揺らすって結構それが難しいんですよ。圧だけだったらこれでなんだけど、圧入れました、その深さで次の動作に行くので揺らすって、でここちょっと力抜いたり入れたりとかしながら揺らすと気持ち悪いじゃない、うん、でちゃんと固定をさせて手首と腕を使って揺らし幅もちっちゃくなのか大きくなのか、浅いところ揺らすのか深いところ揺らすのか、で変えていきます。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。もしよかったらグッドボタン押していただけたら嬉しいです。それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。